はい、道山です。内申点が上がらない。このままだと高校に行けるか不安。こんな悩み持っていないでしょうか。そこで今回は元教師だからわかる内申点を上げる4つのポイントっていうお話をね、したいと思います。まあ、僕はもともとね、中学校教員をやっていたので、内申点ってどのように決まっているかっていうのが全部わかります。なので今日はその中から特に大事なね、内申点を上げるためにできる実践テクニック。これをね、今日お話ししたいと思います。道山先生、もっと早くこの動画を出してくださいよってね、思っている中学3年生の子たちもね、見ていると思います。ただ、大丈夫です。まだ間に合う学校もあるので、まだできることもね、いろいろ紹介したいと思うので、ぜひね、できることから始めてみてください。あと、1、2年生の子たちはですね、これをね、見ていただいて、3年生の時にしっかり実践していけば、高校受験の合格率ぐん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 上がっていくと思うので、これもね、やれるところから始めてみてください。はい。では最初にですね、内申点は4つ決まるっていうね、お話をしたいと思います。特にお父さんお母さんたちもね、結構このチャンネル見てくださっているので、この内容をお父さんお母さんたちに伝えたい内容なんですが、子供たちはね、そもそもどういうもので内申点が決まるかっていうのを理解していないんですね。なので今から言う内申点の構成要素、これをね、まずは意識していただくってことが大事になります。5教科。5教科の場合何で決まっているかっていうと、主に4つです。定期テスト、授業態度、提出物、小テスト。この4つなんですね。だからこの4つに関しては、どれも手を抜い、基本的には抜かない方がいいです。なので、今言った定期テスト、授業態度、提出物、小テスト。この4つはね、とにかく頑張ってやるようにしてください。次に副教科。副教科の場合は、定期テスト、実技テスト、授業態度、提出物。この4つになります。まあ、副教科で小テストがあるね、科目で少なくなります。代わりに実技テスト。まあ、いわゆるですね、例えば美術だったら絵を描くとかね、作品作りとか、例えば体育だったら50メートルそのタイムとか、あとは練習のね、この風景とか、こういったところが、実技テストに入ってくるんですね。なので、この辺をね、ぜひ意識していただくといいかと思います。じゃあ次に、努力ポイントを分けようって話をね、したいと思います。まあ、先ほどね、4つのポイントがあるよって話をして、これできるだけ全部頑張った方がいいよって話をしました。まあ、ただ、ここでね、何を特に頑張って、何は、まあ、頑張るけどそこまで頑張らなくていいかっていうね、このね、さじ加減をね、することが大事なんですね。つまり、内申点に大きな影響を与えるものを、特に集中して勉強するってことが大事になります。じゃあ何か、5教科の場合はもう簡単です。定期テストです。まあ、ほとんどは定期テストで内申点は決まっているので、目の前の定期テスト、ここでいかに点数を取るか、やっぱこれが大事になってくるんですね。で中学校の場合は、やっぱり定期テストっていうのはですね、学校で使っている問題集と学校で使っている教科書、この2つ、から結構問題作られていることが多いです。なのでこの辺は特に何度も何度も繰り返したり、音読をしたりして、確実にマスターしておくと、定期テストの点数が上がります。もう少し細かい定期テストの説明などはね、他にもいろんな動画アップしておりますので、理科、勉強法、道山系みたいな感じで調べていただければ、過去に上げた動画からね、いろいろ学んでいただけるかと思います。次に、副教科です。副教科に関しては2つあってですね、定期テストと実技テスト、この2つが大事なんですね。まあ、定期テストが大事なのは先ほど言った5教科と同じなんですが、意外と見落としがちなのが実技テストです。例えばね、リコーダーのテストとか、美術のね、作品作りとか、こういったのの配点が結構高いんですね。だからここはしっかり対策をしていかないと、どれだけ定期テストでいい点数を取っても内申点が低いっていう状態になってしまいます。なのでここはね、そういったね、提出物とか、あとはね、実技テスト、これはしっかり頑張っていくようにしてください。はい、次に、手抜きポイントはという話をしたいと思います。じゃあ、今ね、すごく大事なポイントをお話ししましたが、じゃあ逆に手抜きポイント、まあ、もちろんやれるんだったらやった方がいいですが、でもそこまで力入れる必要がないよってポイントもあるんですね。これ何かというと、ノートや課題です。例えば、よく女の子にあるのがですね、まあノートは提出物だから、もうとにかく綺麗に書こうってことで、なんかすごく色ペンとかを使ってね、綺麗なノートをね、1時間、2時間、何時間かけてね、作って提出してくるって、こう、もちろんいます。もちろんこれはノート点満点とかね、9割、8割もらえると思います。ただ、ノート点っていうのはやっぱりね、定期テストの点と比べるとかなり低いんですね。だからノートをね、綺麗に書く時間があったらやっぱ定期テストの点数を10点でも20点でも上げた方が、結果的に内申点っていうのは上がるんですね。だからどっちに時間を割くかって言ったらやっぱ定期テストの勉強に時間を割いた方がいいと思います。もちろん、提出日に遅れるとか提出、するのを忘れる、これはの、ノート点がねゼロになってしまいます。これは絶対やめないといけないので、まあ、最低限しっかりね大事なポイントぐらいはノートにまとめて必ず期限内に出す、これはねぜひ意識していただければと思います。はい、次に忘れやすい高得点ポイントってお話もね、したいと思います。
まあこういった感じでね、すごく大事なポイントをお話ししてきたんですが、意外と配点が高いのに、なのに、多くの子が手を抜いちゃってるポイントってあるんですね。これ2つあるので、最後にここ、もし余力があったら頑張ってやってください。これ何かというと、1つ目が出席日数です。どういうことか。例えば体育の場合、1回授業を休むだけで大きく点が減らされるんですね。で、例えばよくあるのがプールですよね。プールの時になんかね、プールでやりたくないから私休むっていう子結構いるんですが、これでかなり点数下げられるので、最低出席はやっぱした方がいいと思います。あとは、さっき言った実技テストすごく大事って話をしましたよね。じゃ、例えばリコーダーのテストとか歌のテスト、音楽にあると思うんですが、これも恥ずかしがってやらない子結構います。でもこれも大きく点が下げられるんですね。出席していないってことと同じになってしまうので、やっぱりこういった実技テストはもう絶対に受けるってことはね、意識しておいてください。で、もう一つが小テストです。例えばね、理科。社会数学、結構小テストがね、例えば1週間に1回あるっていうね、学校も多いと思います。で、小テストだからまあいいやと思って適当にやってる子結構いるんですが、この配点もね、まあ学校によってまちまちなんですが、結構高いとこ多いんですね。だから小テストに関してはやっぱしっかりね、勉強して、まあある程度予習復習ぐらいやっておけばね、まあ7、8割は取れると思うので、それぐらいの点はね、取っておいた方がいいのかなと思います。はい、ということで今回は内申点の仕組み、詳しくお話ししました。ただ、動画では言えない内容もいろいろあるので、この辺に対しては私がね、無料で配信している7日間で成績アップ無料講座、この動画の右上からチェックできます。こちらで詳しく解説しております。もしよかったらこれ親向けの講座になるんですが、子供たち本人が見てもね、結構勉強になると思うので、ぜひ親子でこちらもね、見ていただければと思います。